今夜のバンバータチャンネルは、バンバータに加入した新戦力の実力。よかったですよ、バッティング。それでいうと笹倉なんかも肩めちゃくちゃ強いっていうか。だが守備にはちょっと課題ある。熊爺まさかの弱点暴露。東京バンバーターかっ飛ばせ。斉藤さん、これは逆に言うと数字がすごく良かった。いやもう良かったですよ、バッティング。実戦でも良かったですね。やっぱりしっかり振れるっていう。守備にはちょっと課題ある。どこを守られてますか。セカンド、肩弱くないんですよ。だけど多分投げることがそんな得意じゃない。どっか僕最初痛いのかなと思って。そう、痛いのかなって聞いたんですよ、うん。で最初セカンドやって、で次サードやってショートやってっていろいろ守ってもらったんですけど、どこやってもちょっとこうなんかどっかかばって投げてるような、そういう投げ方だったので。投げるのが好きなやつってどんな時でも一生懸命投げるんですよ。投げるのが得意じゃないやつって隠すんですよね、うん。それを速い動きとかでごまかす動きをするんですけど、でも実は数字見ると肩強くない。強いんですよ。強いですよね、肩強かったですよね。強いんだけど結構ちゃってやっちゃうんで、うん、まあ、少しそこは自信をつけてもらおうかなと思います。バッティングでも良かったですね、本当に。どういうところ良かったですか。単純に、ボールを飛ばせるスイングをしているので、うん、自分の中のゾーンに入れてしっかり飛ぶ。だから自分の形があるんですよね、うんうんうん、そこにはまればはまる。はまると全部同じ打球がいくんです、うん。試合、あの紅白戦やった前にフリーバッティングやったんですけど、場外ホームラン3球ぐらい打ちましたよ。しかも、ね、バッティング練習用の飛ばないホームランですから、それで場外ホームラン3球ぐらいです。さすがスイングスピード100、あの初速が157キロ。いや楽しみですね。いや下手したらもう3番4番も取れるんじゃないかな。3番4番も取れるんじゃないかなっていう、うん、一番迷わせますね彼が、うん、彼の起用は、うん、迷うな本当に。それでいうと笹倉なんかもう肩めちゃくちゃ強いっていうか、ここ意外でしたね、笹倉くんっていうのは、うん、笹倉くん刺してるんですよね、うん。で彼はマウンドに上がったんですよ。ピッチャーでもあるんで、両方ともそのレベルに達してと思いましたね。良かったですよ。ならばもう今回一押しでしたからね。俺はね、うん、正直あのキャッチャーとしてのセンスは抜群に良くて、はい、やっぱりキャッチャー見るときに一番は別に肩とかそういうことは二の次で、うんうん、そういったコミュニケーション能力なんですよね。ピッチャーからどれだけ引き出せるかとか、あと使うときはやっぱ二枚舌を使わなきゃいけない。うん、気持ちよく投げさせて一番いいボールを引き出すのがキャッチャーだから、うんうん、まあ、基本はやっぱりコミュニケーション能力なんです。で23歳で、まあ、10個も違う亀谷に、うん、で大丈夫ですか大丈夫ですかって聞いてるし、でどういう考え方を持ってリードすればいいですかとかっていうのも後々聞くとちゃんとできてたし、うん、そこはもうあこの子はもうキャッチャーだなと思って、肩はめちゃくちゃ強いんだけど、ただスローイングは実は僕は三角つけたし。熊爺が指摘するならばの弱点とは、つまりキャッチャーの場合はアウトにすることが目的なので、はいはい、取って素早く投げてここにベースに到達すればいいんですよ、はい、だ肩が強いとかじゃないんですよ、うん、ここのいわゆる秒数なんですよ、うん、取ってから投げてここに到達するまで秒数、うん、でそれで言うとここの正確性がまず低いなと思ったんで、うん、それはもう実はね球の質なんですよね。キャッチャーが投げる球の質でそれはあの落ちないようなボール投げるんですよ、うん、ほうスピンの効いたこうというか、ほう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 、これがブワーンっていくんだけどスッて沈むやついるんですよね。ほう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 、実は回転数が足りなくて、でそうするとワンバンになっちゃったりとかブレる。どっちかっていうと7番の場合はそういうそこがまだちょっとできてないので、うん、これはもう課題、うん、でそういう意味では笹倉のボールっていうのは、うん、スーッと来てだから彼の場合はキャッチングがちょっと難解。なるほど、うん、スローイングとキャッチング、そうなんですよね。すごい悩ましいんですよね、うん、
はい、じゃあ楽しみですね、選手たち。そうですね、うん、はい、またこれから、また別口で選手も入ってくると思いますけど、うん、彼らは彼らで、課題と希望を持って、はい、成長していくのを見ていくと、うん、はい、いうことですね。楽しみですね、はい、うん、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。草野球のナンバーワン。